2ヶ月で今度も破局しちゃったということなんですね。6月の上旬に破局していたということなんですけれども、6月の8日にファッショングランドのカルティエのイベントでエビトはですね、あなたの愛はどうそれが一番わからないですと答えていたんです。さらに6月27日のですね、主演舞台のドラクルの会見でも、噛みつきたい女性のタイプを聞かれると、いい男の血を吸ってみたいと冗談で交わしていたということは、やっぱり糸井さん、この時期に破局